フィンガーレイクスの衛星写真。フィンガーレイクスとは、アメリカ合衆国のニューヨーク州の北西部にある、いくつも並んだ細長い形状の湖の列のことで、ある。なお、この周辺には他にも湖が存在するものの、フィンガーレイクスは、通例、11の湖の総称とされる。アメリカ合衆国において、フィンガーレイクスは、観光地の一つとして知られている。 英単語のフィンガーには指状のものという意味もあるが、その名の通りに、ここでは大体南北方向に細長い形状の湖、まさに人の指のように細長い湖がいくつも並んでいる。この中で特に長い湖であるカユガ湖とセネカ湖はアメリカ合衆国内にある湖の中では特に水深の深い湖としても知られていて、どちらの湖も 固定の一番深い場所の標高は海面よりも低い。フィンガーレイクスにある湖の中で最も細長いのはカユガ湖で約 61km の長さ。フィンガーレイクスにある湖の中で最も面積が大きく、さらに水深も深いのはセネカ湖で面積は約173平方キロメートル、水深は約188メートルほどである。 このほか、旧の細長い湖が、ほぼ南北方向に向きを揃えて並んでおり、通例、この合計11の湖を総称して、フィンガーレックスという。このように、11ものこが似たような方向を向いているのは、この辺りの地形がかつて氷河によって侵食された、ことによって形成されたからである。現在、この地方に氷河など存在しないが、かつての表記には、この地域一体が、 氷河に覆われていた。その証拠に、これらの湖の南端部にはモレーンが堆積しているのを見て取ることができる。この氷河が移動すると同時に浸食した谷に水が溜まって湖となっている。そして、個々の氷河はほぼ同一方向に動いたため、それぞれの谷の方向も、概ね揃い、向きが揃った湖の列、すなわち、フィンガーレックスが形成された。なお 同いだこは、フィンガーレイクスに含めないのが、一般的なのだが、時々フィンガーレイクスの親指と呼ばれることがある。さらに場合によっては、他の湖もフィンガーレイクスに加えられることもある。フィンガーレイクスフィンガーレイクスは、東から順に、オティスココ、スカネアドレスコ、オアスココ、カユガコ、セネカコ、キュウカコ、カナンデエグアコ、ハニーヨイコ、カナダイスコ、ヘムロックコ、 コニーシャス湖と並んでいる、十一の湖の総称である。記述の通り、この中で一番深く面積の広い湖は、セネカ湖で、この中で一番細長い湖は、カユガ湖である。ちなみに、この中で、オティスコ湖、ハニオイ湖、カナダイス湖、ヘムロック湖、コニーシャス湖は、比較的有名ではない湖とされる。上記十一の湖以外に、 フィンガーレイクスとして数えられることのある湖は、次の二つである。風のビアコオティスココよりも、さらに東に少し離れた場所に、この十一の湖と形状が似た風のビアコが、存在している。そして、形状が似ていることを理由に、この風のビアコが、時々十二番目のフィンガーレイクスと呼ばれることがある。衛星写真で見ると、 フィンガーレイクスと全員が同じであろうと考えられている谷が上記11の湖の東に3本存在するのが見て取れる。最初の谷はタリー国と呼ばれており、ここの南端部には小さな湖が連なっているのだが、モレーンが堆積しているためにフィンガーレイクスとはなっていない。その次の谷には北へと流れるバターナット川と、 南へと流れる太陽の小川の支流が存在する。最後の三つ目の谷には、北へと流れるライムストーン川が存在する。そして、そのさらに次の谷に、時々十二番目のフィンガーレックスと呼ばれることもある、風のビア湖が存在している。同いだこ風のビア湖の北には、同いだ湖が存在する。この湖が時々フィンガーレックスの親指と呼ばれる、場合もあるが、 この湖は他のフィンガーレックスとは形状が多少異なっており、しかも浅い。ちなみに、この湖の名称は、この地域の東端部に住んでいたオナイダ族に由来する。次の二つの湖は、フィンガーレックスに含められることはない。おのんだがこおのんだがこは、フィンガーレックスのすぐ北に存在する湖なのだが、これは、フィンガーレックスとはされない。なお、 この湖の名称は、この地域の東端部に住んでいた、オノンダが族に由来する。シャトークワコ、シャトークワコも、フィンガーレイクスとはされない。フィンガーレイクスに含まれることのある風のびア湖や、オナイダ湖の湖水は、最終的に北流して、オンタリオ湖やセントローレンス川へ流れ込む。それに対し、このシャトークワコの場合は、湖水が、アレゲニー川に流れ、最終的には、 メキシコ湾へと流れ込む。このため、シャトークア湖は、フィンガーレイクスに含まれない。他にも、フィンガーレイクスと似た湖として、シルバー湖、ワネタ湖、ラモカ湖が、フィンガーレイクスのあたりに点在している。なお、ワネタ湖とラモカ湖は、シェモング川の支流のサスケ花川の収水域に、属している。フィンガーレイクスの中で、西から3番目のカナダイスコと、 西から2番目のヘムロック湖は森林に囲まれている。さらに、この2つの湖には未開発の湖岸線が多く残っており、水も澄んでいるので、観光客にとっては人の手が加わっていない、かつてのフィンガーレイクスを忍ばせる魅力的な場所である。しかし、これらの湖は100年以上にわたって、近隣の都市の飲料水の供給源となっている。 したがって、近隣の都市の水道水の水質を守るためには、この湖とその周辺地域は保全しておく必要が出てくる。そこで、環境保全省は、この地域に観光客が入って、釣り、狩り、自然学習、ハイキングなどをすることと、水質保全の両立を目指し、規則を定めた。また、この地域では、10年以上にわたって、植林による、 森林再生にも取り組んでいるが、村落の開発の跡が残っているなど、再生途上にある。このフィンガーレイクスが存在する地域には、いくつかの特色がある。以下、それらについて解説する。フィンガーレイクス周辺は、ニューヨーク州において、最も大規模に、ワインの生産を行っている地域である。カユガ湖、セネカ湖、キュウカ湖、カナンデーグア湖、ヘムロック湖。 コニーシャスコの周辺には、100を超えるワイン醸造所やワイン用のブドウを作る畑が存在する。これは、これら水深の深い湖が存在するために、周辺の気候が影響を受けているからである。水の比熱は大きいため、このような湖が存在すると、秋の収穫前に、霜が降りるのを防ぎ、冬でも比較的暖かいという気候となっている。さらに、 やはり湖のおかげで、春のブドウの成長期に、霜が発生することも防いでくれる。このように、湖岸付近は、ブドウ栽培に適するため、この付近で、ブドウ栽培、及び、ワイン醸造が盛んとなった。なお、ここで育てているブドウの品種は様々だが、北アメリカの野生種の栽培も行っている。現在、この地方のワイン醸造所の多くは、 観光客の受け入れも行うようになっている。このようなワイン醸造所は観光客の誘致に一役買っており、それがこの地方の産業の育成にもつながった。アメリカ合衆国において、フィンガーレイクス周辺は教育施設が集まっている地域としても知られている地域である。たくさんの大学が存在しているし、他にもこの地域には博物館がいくつか存在している。 フィンガーレイクス周辺には、色恋族よりもさらに前に、この地域に何らかの民族が住んでいた証拠が存在する。その証拠というのは、ブラフポイント石造物のような石造りの遺跡である。この石造りの建造物を作り上げた人々については、まだほんの少しのことしかわかっていない。フィンガーレイクス周辺は、色恋族の居住地の中心地であった。色恋族というのは、 セネカネーションとかがネーションを含んでいる。この二つの部族の名前が、フィンガーレイクスの中でも特に大きな二つの湖の名称の由来となっている。なお、この地域に住んでいたのは、イロコイ族だけではなく、例えばツカロラ族は、1720年頃から、フィンガーレイクス周辺に住んでいた。また、オノンダガ族とオナイダ族は、この地域の東端部に住んでいた。 そして、一番東には、モホーク族が住んでいた。植民地時代になると、このフィンガーレイクス周辺には、他の多くの部族も移住してきた。これは、イロコイ族からの保護を受けようとしたためである。例えば、1753年から1779年まで、ヨーロッパから来た侵略者によって、故郷を破壊された、バージニアスいくつかの部族の生き残りが、 かゆがこの近くに逃げ延びてきた。イロコイ族は来たアメリカの先住民の中でも特に力を持っており、ヨーロッパからの侵略者が最初に侵略を試みてから約200年近くの間、このフィンガーレックス周辺が植民地支配されるのを防いでいた。しかし、ヨーロッパ人からの干渉や、ヨーロッパから移住してアメリカ人となった人からの干渉や、さらには、 部族内の内部構想によって、18世紀の終盤には、色恋族の力は衰えてしまった。というのも、アメリカ独立戦争の時に、ある色イ,イ族は、イギリス側に味方し、またある色イ,イ族は、アメリカ側に味方し、結局、色イ族同士の内紛となってしまったのである。1770年代終盤に、イギリス側に味方した色イ,イ族が、 アメリカ側の入植地を攻撃した。これに対する報復が結局1779年のサリバン遠征となった。この遠征によってほとんどのイロコイ族の町が破壊され、さらにイロコイ族の力を大きく削ったのである。独立戦争後、このフィンガーレックス周辺に先住民用の特別保留地が数多く作られた。イロコイ族などの先住民は 先住民業の特別保留地に追いやられた。そして、19世紀に入る頃には、ニューイングランドやペンシルベニアから移住してきた人々が、この地域を掌握し、今日に至る。フィンガーレックスの北の端には、セネカフォールズがあるが、ここはアメリカにおける、婦人参政権獲得運動発祥の地として、知られている。ありがとうございます。